エアカナダ646便着陸失敗事故は1997年12月16日に発生した航空事故である。トロントピアソン国際空港発フレデリクトン国際空港行きだったエアカナダ646便がフレデリクトン国際空港からの着陸復興中に失速し滑走路上に墜落した乗員乗客42人は全員無事だった。 646便は21時24分にトロントピアソン国際空港を離陸した。操縦は右側座席に着席していた副操縦士が行っていた。到着予定時刻のフレデリクトン国際空港周辺の天候は1マイルの霧により垂直視野100フィートと水平視野1、8マイルであった。滑走路15での滑走路視距離は1200フィート。 ほどだった。最終侵入までの間、646便の飛行は至って正常だった。機長は侵入の決心高度より100フィート高い300フィート地点で滑走路のライトを視認した。決心高度の200フィートで機長が滑走路を視認したことを告げ、副操縦士は着陸すると答えた。副操縦士はおよそ高度165フィートで、 自動操縦を解除し、手動で操縦を行った。自動操縦を解除した後、機体はグライドパスの高度より高い地点を飛行し始め、機長が二度副操縦士にグライドパスのコースに戻すよう指示した。副操縦士は指示に従い、推力を下げながら機体を降下させた。高度80フィート地点でスロットルはアイドルにされた。この直後、 機長は安全に着陸できるだけの滑走路の長さがあるか確認できなかったため着陸復興を命じた。副操縦士は水力を上げ自動操縦の復興モードを選択したため機体は10度ほどの機種上げ姿勢になった。直後にスティックシェイカーと失速警報が作動し機体は右に55度傾斜した。右翼先端が滑走路に接触し12度の機種下げ状態で右に 傾斜したまま、ノーズギアから地面に接触し、ギアと右翼が破損した。機体はそのまま滑走し、滑走路の先にある丘で停止した。機体は最初の接触地点から2100フィートほど滑走したが、火災は発生しなかった。木に接触したため、前方の座席5列ほどの場所が大きく破損した。カナダ交通安全委員会は、事故の原因や要因として、以下を挙げた。 ありがとうございます。